お店の人やお客さんから得た情報を総合するに、やはり何か不思議な力が作用しているようね。ねえ、ルフェルはどう思う？調べてみたが、やはり異世界の気配がする。メメントスほどではないが、海水浴場とは元来人間のさまざまな欲望が集まりやすい場所でもあるからな。人々の欲望が渦巻いている土地ともなれば、簡易的な集合的無意識ができてもおかしくはない。確かに俺の場合は海で泳いだ後に無性にラーメン食いたいって欲望がある。私の場合は海の家のメニューを全制覇したいって欲望も。私はあったこちら。おいお前たち、一度正気に戻れ。というわけでだ、試しに異世界ナビを起動してみてくれるか。渋谷のメメントスとは異なる異世界、ここからでも侵入できるというわけね。うむ、メメントスほどの歪みはないにしろ、ここでも大衆の認知が影響を与えているようだ。つまり、なんやかんやで異世界ができたんだね。ええ、なんやかんやでよ。なるほど。なんやかんやでだな。お前たち、なぜそうもなんやかんやを強調するのだ。はびこるシャドウを退治だ。仕事の時間だぞ。うわ、本当に異世界に入れちゃった。確かにメメントスとは違う感じだけど。推測だけど、海岸を中心に発生した異世界だから、海岸の認知が色濃く出ているんじゃないかしら。そういうのもあんのか。で、うわっ、俺ら水着のままじゃね。ふむ、大衆の海では水着を着るという認知がお前たち自身にも作用しているのかもしれん。じゃあ今シャドウに襲われたら私たちヤバい感じ。そこは安心して良さそうだ。わしが今この怪盗姿であるように、お前たちの水着も怪盗服に変わりはなく、ペルソナもいつも通り使うことができるだろう。おお、なんだかわかんねえが、つまりなんやかんやだな。
おしゃべりはこの辺にしておきましょう。敵のお出ましを。こいつらがこの海岸で欲望が失われてた原因ってことですね。やってやろうぜ、バンダー。行くぞ、気を抜くな。ペルソナいただいていく。いいだろ。クローザーやれるよ。準備運動終わってるよ。いいだろ。任せろ。これでどうだ。そのダウンは評価しよう。パルビルダー。ナッツマンケイ。そのダウンは評価しよう。ミミのレイボは私が。わしらに抗った報いを受けよ。よく見ている。使うぜ使うぜ。ペルソナこれでどうだ。いいダウンだ。クローザーやれるよ。もう一度やそっか。出番だね。受けてみろ。ハルビルダも夏満喫しよう。一緒に楽しもう。何なんだよ。海の平和は私が守る。ここに終わらせる。早く泳ぎに行きたい。